はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、めちゃめちゃ意味深な、インポスターズモードのトレーラー動画の解説と、その考察になります。まずは、トレーラー動画のスロー博士の言葉。私たちは、何千年もの間、うまくやってきた。私たちは、イマジンドオーダー。 ここで IO、要するにイマジンドオーダーという組織は設立から何千年も経っていることが判明するのですがイマジンドオーダーは一体いつ、どこで設立されたのでしょうか自分はチャプター2シーズン6のスパイア写真とラズの物語こそが IO の設立に関係しているのではないかと考えていますスパイアガーディアンはガーディアンのお守りというアイテムを持っていましたがこのお守りには IO のマークが刻まれておりザ・スパイアの街は明らかに 中のの宗教団体の施設となっていましたさらに、シーズン6のオープニングトレーラー動画には、ゼロポイントを崇拝する人物が一瞬だけ映されており、これらの事実をまとめると、ゼロポイントを崇拝するスパイアの宗教団体こそが、I.O. という組織の始まりと考えることができるんですよね。チャプター2のシーズン6は、恐竜が出現するような太古の時代であり、スローン博士が、I.O. が何千年もの間うまくやってきたと言っていることとも辻褄が合います。 そして次の場面では補給物資にアイテムを詰め込んでおり、後ろにはラマを運んでいる職員の姿も見えます。実はインポスターズモードの IO の基地の中には補給物資工場という施設があり、そこで宝箱、補給物資、ラマにアイテムを詰め込んでいたんですよね。IO の職員がルーレットで宝箱の中身を決めていることが分かりましたので、今後ゲーム内で宝箱を開けてもショットガンが全然出てこないとか、文句があったら IO の職員に言ってください。 そして次の場面はストーム観測所。ピザ画像ではスタートストームアナライシス。日本語にするとストームの解析を開始とありましたので、このモニターを使ってストームの動向を監視しているということがわかるのですが、明らかに複数の時系列の島の様子が同時に映し出されているんですよね。IO の組織の本拠地は現実世界にあり、フォートナイトの世界が仮想世界であるということは判明しているのですが、IO の組織はいくつもの仮想世界を作り だしそのたくさんの仮想世界の中でストームの研究を行っているのでしょうか フォートナイトのもう一つのゲームモード、世界を救えのストーリーを超簡単に説明すると、現実世界で突然発生した謎のストームにより、人類の98%がゾンビ化してしまい、そのゾンビやストームに対抗するため、残された人類が戦うというストーリーモードなのですが、同じくストームを研究している IO はやはり、世界を救えのストームに対抗している組織と何か関連があるのではないでしょうか このことは、あのゼロポイントを崇拝していた描写でも、明らかにこの場面だけ、フォートナイトの仮想世界ではない、リアルの現実世界のような場所となっていたこととも辻褄が合います。そう考えると、IO がこれほどまで多くのストームを観測、研究しているということにも納得がいくんですよね。ただ、一つの疑問点として、例えば、ギャラクタスがフォートナイトの世界にやってきたとき、この中のどこか一つの仮想世界に向かってやってきていたのでしょうか また、ゼロポイントはいくつも存在しており、ゼロポイント一つに対し一つの仮想世界が作られているのでしょうかそれとも、ゼロクライシスにてこいつを止めないと全ての存在が消えちまうとジョーンズが言っていましたので、世界に一つだけ存在する一つのゼロポイントから全ての現実や全ての仮想世界へと繋がっているのでしょうか この辺についてはね、現時点ではまだよくわかりませんが、個人的には、モニターは複数枚あるが、フォートナイトの仮想世界は一つだけであり、一つの仮想世界を何度も何度もループさせ、たくさんのループを一度にモニターで観測していると考える方がしっくりきます。そして、この場面で、スローン博士の両側に立っているスキンはスレジ。 このスレッジはチャプター2シーズン2のトレーラー動画にてリンクスを追っていたスキンであり首から下のパワードスーツがほぼ完全に IO ガードと一致していますのでスレッジと IO ガードはどちらも IO の兵隊でありこのスレッジに追いかけられているリンクスはセブン側なのではないかと依然考察していましたなぜこのトレーラー動画に登場しているスキンは IO ガードではなくスレッジなのでしょうか スレッジと IO ーガードの違いが顔のマスクだけだと考えるとこのマスクに何らかの理由があるのかもしれませんスレッジは暗いところでも活動できるアンチスコープのようなものを装備しており IO ーガードはガスマスクを装備していることを考えると仮想世界へやってくるときは何らかの理由によりガスマスクをつける必要があるのでしょうか ちなみに、チャプター1のシーズン5にて、バトルパスのミステリースキンとして登場したエンフォーサー。このエンフォーサーは、ビジターのロケットの影響により、次元の裂け目でめちゃくちゃになった世界において、失ったホテルの看板を別世界から持ってきてくれていた人物なのですが、このエンフォーサーもまた、首から下のアーマーが、IO ーガードとそっくりなんですよね。そして、エンフォーサーは、日本語にすると、法の執行者。 イマジンドオーダーを日本語にすると仮想世界の秩序を保つもののような意味になりエンフォーサーの意味とイマジンドオーダーの意味が非常によく似ていますのでこのエンフォーサーもやはりチャプター1の世界において I.O. からフォートナイトの世界に派遣されていた I.O. ガードの一種なのかもしれません現在 I.O. の下で働く兵隊スキンは I.O. ガード、スレッジ、エンフォーサーの3人がいることになります この IO ガード、スレッジ、エンフォーサーの3人が IO の中でそれぞれどのような役割があるのかまだよくわかっていませんがこのトレーラー動画に IO ガードではなくスレッジが使われていることに何らかのヒントが隠されているのかもしれませんそして次の場面でもジョーンズの裏切り以来 ゼロクライシスにて不安定化したゼロポイントを修復するために、セブンと接触したジョーンズ。これにより、ジョーンズは裏切り者のレッテルを貼られ、IO から完全に追い出されていたようです。 ゼロクライシスのイベントの当時自分は直属の上司であるスローン博士だけは愛用を裏切ってもなおジョーンズのことを心配してくれているのではないかと以前考察していましたがこのスローン博士の怖い言葉を聞く限りスローン博士もジョーンズに対し相当な怒りを持っているようですそして最後に彼に加担する仲間がいた IO のメンバーであるヒューゴが、ポータル装置に似たアイテムを持った人物に襲われてしまいます。ジョーンズが持っていたポータル装置には、次元の裂け目が入っており、人間を別次元などに転送するための装置だったのですが、こちらの装置は見た目は似ているものの中に次元の裂け目は入っておらず、紫の電撃でヒューゴを倒していますので、次元の裂け目ではなく、何か別のエネルギーを閉じ込めたポータル武器のようです。 そして最後の場面にて先ほどのポータル武器を持っているこの人物。この人物のスキンは特徴的な入れ墨、黄金のブツブツがついているセーターを着ていることなどからチャプター2シーズン6にて発売されたスキン、マリウスであるということがわかるのですが、実はこのトレーラー動画にてヒューゴを後ろから襲っている人物、黒いスーツに黒いネクタイをしており、このマリウスとは別のスキンなんですよね。 この最後の場面がインポスターズモードの紹介ティザー画像であるということを考えると、このマリウスはティザー画像に使われただけであり、本当のジョーンズの仲間、IO の裏切り者はこちらの黒いスーツに黒いネクタイをした人物だと考えることができます。 シーズン7のクエストにて、リック博士が I.O. の中にはスパイがはびこっていると言っていたことと合わせて考えると、I.O. の中にはジョーンズの仲間が潜伏しており、そのジョーンズの仲間が今後の I.O. とセブン、そしてジョーンズのストーリーにおいて重要な役割を果たすのではないでしょうか。 はい、今回のトレーラー動画の解説と考察いかがでしたでしょうか ?30 秒のトレーラー動画を10分も解説、考察してしまいましたが、今回のインポスターズモード、それほどストーリーに関わる内容が濃ゆく、インポスターズモードに使われている IO の本拠地であるマップにもね、まだまだとんでもない伏線が隠されていましたので、また次回、インポスターズモードの考察を続けていきたいと思います。 はい、ということでね、今回の動画が良かったと思った方、そして続きが気になる方はね、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。